おはようございます、梅田京介です。寒い。晩秋、まあ晩秋ですね、秋の終わりっていう感じなんですけれども、にしてもちょっと寒いですね。まあこうやって寒くなってくると、まあ、バスの1日のバイトチャンスっていうのがものすごく少なくなってくるので、まあそういった少ないチャンスをですね、今回はこの新しいクランクベイトラピッツクランクを使って食うタイミングが少なくなってくる晩秋の女川を攻めたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。寒い。チャット使ってる感覚なんで、何回も同じところを投げちゃ巻いて投げちゃ巻いてで、いろんなコースから通してもバスに嫌がられにくいような感じのルアーですね。向こうコンクリートやけん魚降りそうなんですよね。土じゃないんですよ。釣れなさそうって感じはないでしょ。このネチネチの怖さとこういうスピードの あのアプローチとどっちも使える、こういう狭い小規模な河川って、河川とか流入とかってものすごい便利ですよね。実はクランクベイトするんだったら全然ボトムもつかないです、このクランクは。よいしょ、やった。冬っぽいっす、色がバスの。めっちゃ水も冷たいですもんね。今回使用したタックルがリベリアンの 701MLRB、リールがスティーズ CTSVTW の 6.3 ですね。でラインがスティーズナイロンの14ポンド。そしてルアーが、ダイワの新作、ラピッツクランク。クランクベイトをメインに、シャトだったり、ミノーだったり、プロップベイトだったり、トップウォーターだったり、いろんなプラグをですね、幅広くカバーしてくれる、クラッキングスペシャル。そんなタックルの組み合わせです。こういう場所は結構こういうカバーとか、みんなしっかりこう丁寧にやるんですけど、ああいう真ん中ってほとんど手つかずな状態が多いんで、真ん中の例えば溝があったりしたらその溝だったり、カレントがあったら
そのカレントだったりっていうのについてる魚って結構いるんで、実はそっちを狙った方がイージーだっていう可能性もあるんですよね。そういう魚にもしっかり対応してくれます。カバーについてる、対岸のカバーについてる魚は小刻みのアクションで剥がして食わす。真ん中に浮いているやつはスピードでリアクションで食わすと。またこの色もいいですね。こういう水質に、小規模な小規模な河川ってこういう濁った感じ、白濁りな感じだったり、もうちょっと茶色かったりってあると思うんですけど、そういう時にこういうねブルーバックチャート、クランクといえばっていうような色ですよね、このブルーバックチャート。今回使ったルアーがこちらの新しいクランクベイト、ラピッツクランク。でラピッツクランクは、クランクベイトって広い場所をこう広く効率的に探るっていうイメージあると思うんですけど、このラピッツクランクは狭い場所を広く細かく効率的に探るために作ったクランクベイトです。でこのラピッツクランクの特徴は大きく3つ。まず1つ目は高い触診性からなるスピーディーなアプローチが可能になります。はい、2つ目、動きが細かくて水の抵抗が少ないのでハイギアリールでも負担になりにくい、軽やかな巻き感を持ってます。3つ目、浮力を低く設定してあるので、リーディングを止めた時の浮き上がりの時間を長く取ることによって、バイトチャンスを多く取れる、そんな設定になってます。もう一個いいですか。もう一個だけ、これ固定重心なんですけど、9g のウェイトがあって、ボディ形状も相なってなのか、もうものすごく飛んでくれます。まだまだ、プロト段階なんですけれども、これからどん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 使い込んでいって、シーズナル別の使い方だったりっていうのも、また他の動画でも紹介できたらなと思います。ラビッツクランク、ぜひよろしくお願いします。あー、ちょっとベイトがおるね、ここはね。すごくいいよ。やんだ。夕方になったら風やむ。出口やったな。あ、しゃしゃしゃ、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ、頼むよ。やっぱさ、色なんですね。ブルーバックチャートじゃないとさ、反応せんの。あー、いいバス、いいバス、めっちゃいい、めっちゃいい。色がいい、まず。あ、頼む、頼む、そっちに行かんで、そっちに行かんで、よし、いい、よっしゃ、いい、ほら、もう冬よ、バスが冬だけど、こういうクランクには反応するんですよ。見てください、かかり方。もうこんなん絶対ワーミーが釣れませんから。よっしゃ、マジで最高。
よっしゃ。もう一回。いや、何？いやいや。よっしゃ。やった。ああ、最高。解説をしないっていうね。あの、もう、このずっと流してきた中で一番もう、ベイト系がすごかったんですよ、ここ。で、あ、釣れそうやなと思って、あの、ちょっと突起してるコンクリートの変化に投げて、もうほんと、ただ巻くだけ。まあ、クランクベタなんでそうですよね、基本的には。で、結構浅いんですけど、ラピッツクランクは、こう、下に潜っていくクランクじゃなくて、横にこう、パーって、早く動いてくれるクランクなので、まあ、そういうベイトのレンジと、クランクのレンジと、まあ、ベイトのスピード感っていうのがマッチして、このフィーディングタイムのバスに口を使わせれたっていう。しかも、ね、もうほんと初冬、めっちゃ寒いですから、どうしてもこの夕方の時間っていうのは、プライムタイムですよね。一日の中で一番、水温、氷水温も上がってる時間。だからこそベイトも浮きやすくって、でそれにバスは食えるやつはロックオンしやすいと。でそういうやつを効率よく釣っていくためのやっぱりこういう巻物っていうのはめちゃめちゃ大事でしたね。もう今んとこ2021年一番嬉しい。最高。よっしゃー、帰れますね。もう一回。よっしゃ、よっしゃ、お疲れ様でした。晩秋かと思いきや初冬の温度がでしたね。朝からもう10度、気温は10度以下で水温もかなり下がってて、こんな時期だからこそ、まあ、バイトチャンスは1日通してものすごく少なくって、プラグだから本当に釣れた魚だなと思います。今日の魚は実際お昼にカバーを打ったんですけど、まあ、カバー打ちは反応なくって、カバーで反応あったとしても、まあ、ショートバイトで終わってたんじゃないかなって思える状態です。でその中で、まあ、1日の中でどんどんチャンスが少なくなっていく中で、そのチャンスをしっかり取っていけるのはやっぱりラピッツクランクだったからだなと本当に思いました今日は。まだ今プロット段階なんですけれども、来年2022年発売予定となっております。ラピッツクランクぜひ使ってみてください。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。